じになっとる。え、これを伝えたい。蚊に噛まれたみたいに見えるけど、これは火傷なんや。一滴こぼれたの。熱かった、確かに。こんばんは。こんばんは。やけど、でももう一滴って感じ。もうこれのこの先ぐらい、一滴のお湯がやけどするの。ありが、気をつける。いや、じゃあさ、やけどした後はどうしたらいいの？もうしてしまったっけ。ぬん、まあいいわ。こういっぱい水分を取ってみる。水で冷やそう。今日はフラワーフェスティバルでした。じゃーん。フラワーフェスティバル。今日さ、朝レッスンした時にさ、なんかめっちゃ暑くて、で暑すぎてめっちゃ顔赤くなって、ちょうどその最近肌が荒れてたので皮膚科に行ってもらった処方、もらって処方してもらったね薬が、顔がちょっと赤くなる反応がね、ある、何その顔で、あれ、由美子が、あ、ここは顔赤い、大丈夫、熱いって、あ、これは副反応もあるんよって言って、レッスンで汗かいたのもあるし副反応もあるし、ところの子でもメイクする時までずっと赤かったっけ、ステージ上でも赤かったらどうしようと思った。そう、フラワーフェスティバルお疲れ様でした。コカを見たのは多分5年ぶりだった。えー、いやー嬉しいな、ありがたいな。髪切ってないけど切ったように見える。デビュー時から応援してるけど、フラワー未見だ。広島である大きな町のイベント、私さ今日ね、めっちゃ緊張したんですよ。でそれを福ちゃんに伝えたら、いやいつも通りでいいやんって、いつも通りの曲、さっきもレッスンして大丈夫だったやんって。そう、たくさん人が来てくださって、見た景色は天気がいい今までのステージと同じ景色だった。まあ、それがまたね、今までと一緒ではなかったんですけど、まあ、来てくれる人も、来てくれる人も自分が同じ、こう同じ舞、ま、私のこと迎えに来てるわけじゃない、てか近い。やけどしたっけ？いや、もうそんな、もうならやけどしてない私。あ、そう、何の話してあの同じステージに立ってもね、同じ場所に立っても、なんか自分が今までそのいろんなステージをね、こう
こう2027年に初めて同じステあの今日立ったステージと同じ場所のステージに立ったけど、景色は似たような場所でもなんか見え方は違いました。やっぱり冷静だった。な7年前の時は冷静じゃなかった。わすごい、もう教室のね、わかる、私がもうせいぜいこう人前で喋るとかねの経験はまあ中学生ですから、もう教室の教壇のところに立って開校かですって、まあ、自己紹介した時ぐらいじゃないですか。で信じられないぐらいの人が目の前にいて、初めて自分の名前開校か、広島県出身開校かですって言うじゃないですか。それだけでも人がこんなにたくさんいる中で喋るっていうことになんか慣れてないからもう緊張しとったし、初めてのステージでなんかねえ夢みたいな感じだったんです。まあ、今日はまた同じところに帰ってきて、まあ、なんだろう、なんて言ったらいいんですかね、冷静になれました。冷静だった。緊張したけどね、なんかめっちゃ緊張した。舞台裏もマジで変わってなくて昔と、もうだからなんて言ったらいいんだろうね、あの時の心のざわめきが再びっていう感じでした。おばあちゃんかかった時点でなんかもうめっちゃ緊張したけね、凱旋登場みたいな感じだった。いやもう緊張したよ、自分の成長を感じること、いやできた。そう、お祭りの感想も言ってからね、ありちゃんがちょっとほっこりする話してき、私はしっかり話そうと思って、めっちゃしっかりあれしたよ、しっかり話しました。スピー感想で成長を感じてくれた人もいるかもしれない。ハートちゃんこんばんは、こんばんは、ハートちゃんです、こんばんは。コカはしっかり者、しっかり者じゃない、しっかり者じゃなさそう、しっかり者でも抜け者でもない。緊張したけどね、いやでもあの時よりももう7年前よりもいろんな人に出会ってきて、変わらず応援してくれる人もおってっていう、いろんな胸がいっぱいになった。そうそうたる芸能人んと共演していい経験を積んでるから、そうなんですかね、そうですよね、そうそうたるってあったのかな、何たる、そう緊張しました、成長しました。こんばんは。昨日親戚のおばちゃん、アーティスト写真、ジャケット写真、アーシャが変わったんですけど、プロフィール写真が変わったんですけど、親戚のおばちゃんがなんか私なんかツイッターを、まあ、ツイッターでなんか流れてきたらしいし、なんか流れてきたんか私を調べたんか分からんけど、ファンの人が2017年からのアーシャをね、こう2017年2018年2019年2020年2021年2022年で今年みたいなアーシャのね、なんかこうコラージュした写真のさ、何その画像を見つけて私に送ってきて、なんかもうそれがなんかちょっと恥ずかしくて、いやいいんですよ、成長だからね、
って中学生から二十歳になるんですよ。まあ、それってまあ普通にもう保険の教科書的になんかその一番成長する、保険の教科書でもよく出てくるじゃないですか、教科書に載れるぐらいの成長記録、まあ、猿、まあ、社会の教科書には載れんけど、まあ、この成長記録じゃないですか、成長記録っていうかもう一番変わる時期じゃないですか、そこまで変わらん、そう、アーシャを見たらそこまで変わらんねんけど、変わってるんですよ。なんか何が変わってるのか分からんけどね。で、マイキ、今日マイキューにあのアーシャの話してたんですけど、そう、アーシャの話をねこう毎回してたんですけど、ベレー帽をねかぶってる人がいるじゃないですか、ベレー帽を。そうでね、あのみんながベレー帽かぶってるけど、私のアーシャはあの後ろからベレー帽をペッてつけたって言われてもね違和感ないぐらい丸いんですよえ、ちょっと見てみて、これどこで見れるの、みんな、このショールームのあれで見れる。そう、めっちゃ綺麗な丸なんですよ。そう、パイ投げパイのように、パイ投げパイ、お盆、お盆みたいな感じでペッてついてるんですよ。そう、お盆、お盆、お盆、まああれですけど、ベレー帽をペッて後ろからつけたみたいなねぐらい丸く綺麗になってるんですよ。まとまりが出てる、髪の質もか一緒かもしれない、まあ、満月かと思ったいやすごい、中学生からだって二十歳ですよ。丸いイメージ。いやーびっくりする。ありがたいですね、 STU で入れることが本当に幸せです。嬉しい、みんながおってくれてよかった。今日のセットリストは、花は誰のもの、僕らの春夏秋冬、サングラスデイズ、ヘタレたちよ、息をする心、夢次回、 STU48 の曲がこんなにできたんですね。最終審査でまだ自信が自分にないから、あーあ、写真の変化ですか、何が違うんやろってね言ったっけ。そうよ、確かに何が変わったの、うん、笑顔の練習でもいっぱいしたけね、初めてのあのなんて言ったらいいんだろう、その写真撮影、まあ、生写真とかグッズ写真で使う写真あるじゃないですか、その時にもうなんか笑顔の仕方とかポーズの仕方とかわからんすぎて、なあちゃんにあのこうどうしたらいいかわからんって言いながらね大泣きしたもん大泣きして、そう、困らせることもありましただから最近の SC のメンバーとかそういう子全くいないから、びっ、いや素晴らしい、すげえな、プロだな、はじめはそういうもんじゃないよ、みんな。はじめは。ね。泣きましたよ。大泣きですよ。こんばんは。今日もお疲れ様です。ありがとうございます。いや、あんな出来損ないですよ、私の。出来損ないがいろんな経験を積ましてもらって、いろんな経験値を貯めております。コカは笑うと目がなくなりそうだからそうよ、目開けてこんなやらないけどね。そう、ぷい、
怖い怖い。ありがたいね、ありがたい。いや、よくね、アイドル続けてよかった。いや、そう、なんか今日さ、何、ステージに立った時も、あ、もう自分の歌割りがあって、自分のポジションがあって、で、ミュージカルとかではなあちゃんのポジションのところに入ってとか、なんかいろんなね気持ちになりました。こんばんは、こんばんは、ココアです。ありがたい。6月の生写真のオフショットないですか？待って、待って、私あれ来ました、グッズ、多分グッズが来た、 ST48 から。そう、あのね、チアリーダーのねオフショット撮ってなかったんですよ。じゃけ自分のグッズ買ってみたんだけど、届きました。あったかい、ここは。自分も来ました、いただきました、ありがとう。いや、今日緊張してな。ウェディングドレスね、着た、ウェディングドレス着たわ。別なのか。平和公園で花は誰ものもの、平和公園で花は誰のもの、初、初めて。初めてやりました。父さんに見せてほしい。え、父さんに絶対見られたくないんやけど。あ、オフショットね。え、あるかな。あ、あると、あるよ、絶対あるけど、ちょっと待って探してみる。ウェディングドレス、ウェディングドレス、モバメ限定で。父さんに見せるわけないじゃん。いや、父さんへの当たり、最近とかじゃないですよ、普通ですよ、いつも通り。アーシャ出たよね。アーシャのオフショットも送っていいんか。アーシャ、アヤパンと一緒だったんですよ、アーシャ撮った時、海バックで。アーシャ、父さんがライブに見に来た時、5周年コンサートとか来てくれました。次ライブ見に来るときは町田スタジアムとかでライブかなって話したけど、いや、町田スタジアムは天然芝じゃけ、奥田民生さんぐらいならんと立てん、頑張るけどって言った。父さん今日負けたね、負けた。カープ負けた。え、何に笑っとるの？え、何に笑っとるの？あ父さんのとの会話ですか？父さんとの会話？おもろいよ。何？いや、
と待って、今日は何があった？あ、待機時間がすごい長かったんですよ。今日めっちゃ待機時間が長くてっていうのか、でもお話、全国ツアーの話をメンバーとかとしてるのもなんか楽しかった。全国ツアーって私っていうかもう普通に何年ぶりとか、こう今日もさ、フラワーが何年ぶり何年ぶりってさ、4年ぶりかで声出しもあってとかじゃないですか。なんか感動した、待って、感動したっていう言葉がちょっとすごい薄っぺらく聞こえたけど、もう一回言うね。感動した2回言ってもダメか、なんて言ったらいいんだろう、他の言葉で伝えたい。懐かしさがね、なんて言ったらいいんだろう、なんかよかった、よかった、いやなんかよかったですよ、ほんまに。明日ってが当落なのツアー、感慨深かった。感涙した、エモかった。あ、人も多かった、なんかね、人もたくさんおった。でもしっかり見えたよ、後ろまで。私目がいいけ、ほんまに感慨深かった、感極まった。そしたらね、最後タクシーで帰りよったらね、あの解散、あのあれ解散部でタクシーに乗った時に、あの外国人の男の子の子が絶対初めて見たのに、あの千穂とマイキューと私が乗ってるタクシーだったんですけど、絶対私たちのこと初めて見たのに、なんかあの好きになってくれたのか分からないんですけど、あのなんか車が止まるごとに走って車に追いついてくれて、ずっと手振ってくれて、絶対初めて私たちのこと言ったんですよ。そう、あのめっちゃ、そうめっちゃ印象に残ってる、それ。帰りの小さい子です。そう、はい、フラワーの STU は楽しいというより泣ける。ファンが一人増えました、ありがたいね。え、てか今日曇りだったんですよ。なんか曇りだったのがなんか珍しい。 STU って、 STU ってだって STU か、 STU ってかフラワーフェスティバルってあれですよ、もうカンカンデーでめっちゃ暑いイメージしかない。めっちゃ私覚えてるのがデニム制服の時にちょっと黒だったから、黒っぽかったから太陽の熱を集めすぎてめっちゃ暑かったの覚えてるんですよね。いや今年の衣装は本当に涼しかった。でもめっちゃ汗かきましたけどね、顔にいっぱい。少ししたら汗パラついてた。そうで、みちゅに言われたもん、ここはめっちゃ汗かいとるってそう、あれはしんどそうだ、暑かったあの時ね。今日一段と可愛い、ありがとう、ありがとう、こんばんは。ジメジメしとった今日、ジメジメしとった、曇りで珍しい。私汗かきですよ、めっちゃ汗かいた、めっちゃ汗かいたよ、ほんまに。一気ドラさんで一番汗かきってこか、いや私じゃない
いや私がマヒナ、マヒナアイドルも こんばんは。そうめっちゃフラワーって毎年暑いイメージだけど、ゴールデンウィークのあのイメージ。土地雨降らんでよかった、ね、終わった後にパラパラパラっと降り始めましたよね。楽しかった。でも今日は疲れました。疲れ果てました。こんばんは。明日も。あ、明日はオンラインお話し会、サイン会。サイン書いて準備しましたよ。楽しみ、お話ししましょう。え、前髪私大丈夫だったよ。なんて言ったって伸びたから。フラワーお疲れ、ありがとう。今日はゆっくり休みます。ね、ちょっとよれよれ、なんかここが伸びとる。なんで？自由時間に お弁当とか、今日のお弁当は武蔵でした。すごーい。広島って言ったら武蔵？明日の朝。え、体調には気をつけます。気をつけてください。こんばんは。武蔵のお弁当。武蔵。武蔵ってな、あのおにぎり屋さんで、おにぎり屋さんではないのか、あのおにぎりが美味しい、まあ唐揚げとか入ってる。ここから見たら緊張する。ほんまに私お話し系緊張しますか。こんばんは。有名な武蔵、武蔵美味しいよ、めっちゃ美味しい。瀬戸チャリは絶対に武蔵ですよ。だってお弁当、今日のイベントありがとうございました。仕事ファイティング。緊張します。ほんまに、いやでも私も絶対逆の立場だったら緊張するんだろう、するもんな。アイドルとお話するって、お話し会参加してみたい。なんリアルお話し会とオンラインお話し会だったらどっちが緊張するんですか。やっぱリアルかな、って目の前におるんじゃもんね。二人の時間ってやばくないですか。緊張するよね。明日の朝ジップないです、木金です。木金目が合うんよ。目が合うんか。そっか。え、オンラインお話し会、オンラインお話し会は目合っとるけどね。合っとるか分からんけど、レンズ見とるときはあったるもんね。だって恥ずかしい、ビデオ通話してる感じですよね。そう、今日さ、おきちゃんがさ、まあ待機時間のときにさ、あのコメント、あれ、あ待って、明日の朝 ZIP ってなったのか。コメント今でなんかめっちゃ通知来る。写真、あ、そう、おきちゃんがグループで、そう、おきちゃんがね今日コンビニ、あの誰かおきゆかとコンビニ行く人いませんかってね言ってからね、こうなんかコンビニに行ったんですよ、おきちゃんが。で、あのいや私は大丈夫ですってなんかアンケート書きよったっけ、いや私は大丈夫ですって言ってね、こう言ってたんですよ。でもかわいそうじゃけ、他にも他に賛同するメンバーもおらんかった、かわいそうじゃけ、あのおきちゃんにテレビ電話して、あのテレビ電話つなげとったら
なんか外に出た瞬間に恥ずかしいですって言いながらブチって切られた。悲しい。エフェクトつけとったのにドーナツの。おきちゃんはたい焼きの。そのスクショ撮りました。こんばんは。めっちゃ悲しい。こんばんは。優しさをぶち切る。そうよ。恥ずかしい恥ずかしいって言いながら切った。コンビニに行くまでの多分道、もうほんまに外出た瞬間に切られたっけ。でも昔はおきちゃんと同室だった時に、今あの何、今コンビニにいるんですけど欲しいものあったら言ってくださいって言ったんですよ。で、何があるか分からんけテレビ電話しようって言って、あのその時はしてくれたんですよ。で逆にあの私がコンビニ行ってる時もテレビ電話して、アイスティーが欲しいですって言われて、えどれ、アイスティーって言ってもめっちゃあるんやけどって言ってから、こう全部映しながらやっとったのに、もう絶対せんけ、おきちゃんとテレビ電話って言いながらしそうだな、こんなこと言っても。って言った時にファンの皆さんが、おきちゃんとテレビ電話したんやって言ってくるのも、なんかそこまでの一部始終目に見えとる。いや、するよね、多分するんだろうな。する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 、多分スルスル、結局スルスル。優しい世界。握手券何枚握手券何枚使った、いや使ってない、ただ LINE のテレビ電話できねー。ミートパスじゃない、私がおきちゃんにつなげたのミートパスじゃなくて LINE 電話です。もう一日が終わってしまう。今日いっぱい待機したけ、待機時間がなかったのに、なんかテレビ出演みたいな感じの気分だった。ステージ一瞬でした。でもなんか今日はほんまに緊張したな。自己紹介するときもね、緊張した。カープ逆、いや、それな、ステージ終わって、あの、まあ、広島でやるときは、広島のステージで、ステージの関係者の方も、なんか、あの、なんて言ったらいいんじゃろ、こう、広島の人だけね、私はカープ好きなことも知ってくれとって、まあ、あの、なんか、顔見知り、みたいな。でステージ終わった瞬間にお疲れ様とか言う前に、カープ残念じゃったねって今日負けましたって話からそういう導入です。こんばんは。オンラインお話し会の時はだいたいなんか恋方って、みんなとねお話し会一緒にする時ね、恋方って言っとるイメージじゃけ、勝っとるイメージなんじゃ。こんばんは。そうなんですよ、眠たくなってきちゃった。早起きしたきね、早起きしちゃうんだよね。トラも負けました。
カープ意外にこうでもちゃんと0点で負けたとかじゃなくて、あのちゃんと何あれしてもあれだったんですよ。何時起き、え、6時50分、6時50分セリーグ混戦になりそうね。面白いね今野球がめっちゃ、昨日、まあ、カープ勝って、まあ今日もまあ惜しかったよねカープ。今日もう勝っ途中まで流れが良くて惜しかった。健康的、タイヤキング、明日佐々木朗希、そうですよ、広島カープは黒原選手、黒原投手。こんばんは。カープ見に行きたいな。でもあのいつもさこう STU 東京とかでまああのフェスとか出るときはこの広島から東京に行ってフェスして帰るわけじゃないですか。野球選手はさ遠征行くやん。でもう下手したら次3連戦遠征しても月曜日じゃなかったら何次の日も普通に試合やってるわけじゃないですか。疲れるよなって思いながら、北海道から千葉、いや疲れるよね本当に大変、移動日なしの。WBC の映画見てない、見たい。 3週間しかないもんね今。6月2日から上映開始されている。憧れを超えた侍たち、大谷翔平選手が言って言葉らしいですよ。え、絶対見に行きたい、絶対見よう映画が。感動するんじゃん、またやば。あいみょんさんのなんかあのリード文みたいなやつもね、あの読みました。父さんと行かないですよ、別々で時間ずらしていく。WBC 出会いたいな映画館で隣の席に急に私おったらさどうする。いやなんかこれめっちゃ思うよね私。え、待って、やけどしたところ、やけど感じた今さ。え、私もしさ、いやめっちゃいつも思うのがね、なんか後々あの時隣に座ってましたとかより、いやでもなんかどうなんかなって思うよ。その静かにしてるのも優しさで、優しさだなってめっちゃ思って。私だったら絶対言わん、もう。そう、私だったら絶対推しが横に、いや言うんかな、いや映画に集中できんしな絶対。隣にいたらジュフって言っちゃう。いや冷静じゃないそれ。ジュフって言える人はマジ冷静だと思いますよ。ポップコーン全部あげちゃう。大丈夫。
界に入るように後ろの方へ。ちょっとおもろい。あ、スクリーンココアの頭みたいな。いや無理、おもろすぎるやろ。おココアっていう、え、ほんまに。いやこれ私もね、あの冷静じゃないよ多分。そしたら言われたらね、どうしドキドキするってなるの。アイドルがいなきゃって、もうすっぴんとかだったらもうどうする、もうトイレ行ったみたいな感じの雰囲気出して、あのもう帰ってこうかもしれん、緊張しすぎて。メイクしてから帰ってくるかもしれん、終わった頃にここが帰ってきたなって思ったら、メイクして帰ってきた。寝癖とかついてたらどうしよう。だから気遣えない。いやそんなに変わらんけど、すっぴんも変わるか、変わる。初見です、ありがとう。ピャーって言っちゃう、やっぱりそのそうしちゃって、そうしたら私なんて言ったらいい、ピャーピャーって声でわかる私の声、私が喋ったら。そうなんかな、映画館でばったり出会ったらどうかな。こんばんは。やばい、もうめっちゃ汗かいて早くお風呂に入りたい。日焼け止めも塗っとったき、日焼け止めいったんかな今日。ガン無視するわ。え、切ない、切ない。あ、でも心の中でね、その思い出を留めておくのもいいかもしれない。やっぱばったりやったら好きで、ばったりでやったら好きになる。食パン加えて十字路でばったり会おう。笑顔ですよー。声かけてほしい、声かけてほしい派かな。近づいて顔見て、いや違うわって言いながら去ります。いややめて、違うわ、いや違わんわって言うわ私じゃ。何が違う、違う、いや違うわって言うとどうしよう、いや違わんわって反省すごくない、私やばいね。よくあるやつですか。街中なら声をかける。映画ね、昨日初めて STU48 の CD 買いました。ありがとうございます、嬉しい。推しじゃないメンバーの時どうしていいか分からん。 ST48 好きですって。見つけたらしりとりしていいですか。ねえ、名前スズメバチやばい。いやダメですよしりとりしたら。いやもうアーシャも大人になったっけね。待って、これちょっと聞いてほしい。最近ちょっとなんか楽屋でね、なんか話しとった地方がなんか YouTube でココアのショールームの切り抜きが流れてきて、でおきちゃんが「何のやつですか?」って私がおる目の前で話し始めて、いやなんか
妹としりとりするやつなんやけどって言いながらめっちゃ爆笑しててで、なんかそのなんて言うんですか、もうしりとりのやつなんだけどってさ、おきちゃんも察して、え、しりとり、あ、しりとりのみたいな言い出して、で、私あれ7回ぐらい見ましたみたいななんかそのアーシャンがね、そう、しりとりでね、こうしりとり普通にしてて、私がスズメバチって言ったら、あの、まあ放送、まあ放送しちゃったけど放送禁止みたいなね、あの子供が言ったらもう子供的にはもう子供っていうかもう小学1年生ぐらいがもうゲラゲラ笑うような、あのそういうことで、すごい笑ってたんですよ。まあそういうこと答えちゃったんですよ。で、そう、おきちゃん的には何が面白いって、なんかその後の私の反応でなんかスンって絶対いないし、めっちゃ焦ってるココアさんなんだけどって、ココアさんなんだけどなんか何事もなかったですよみたいな感じの顔がなんかツボらしくて、絶対にそういう心情じゃない顔してるのがめっちゃおもろくてみたいな。で、アーシャも笑いながら、え、結構固まって、もういや私めっちゃ考えたもん、え、いや見なくていいです、もうマジでマジで見なくていいです。いや、スズメバチって言って私が悪かったよね。いや私本当に、ええどうしようってなったよマジで。え、配信切ろうかなとか思ったもん待ってその動画ほんまに探さんでいい、もうマジでほんまにほんまにいい。いやー、そうそう、しりとり禁止です。いやもうほんまにね、生で見てた、いやほんまに大人子かは考えた、いやほんとにね、いやもうほんまにミンクでいいけ、めっちゃ大人の対応とかわからんけど、笑う、もうゲラゲラ笑うわけでもなく、もうえってね、なりました。あれ以来アーシャの姿を見ない。いや元気ですよ身長伸びた。え、待って、私あのこれ前も言ったかもしれないんだけどさ、足の指がね、まあ普通に長いんですよ。でバスケもしてたし、で絶対身長が伸びるって言われてたんですよ、父さんにも家族にも。まあここはまあ身長伸びるって言ってたのに伸びなくて、夜更かしとかしとったかもしとったけかもしれんけど、天才やってめっちゃ怒られとったけど、元気すぎてなんか寝れなかったんですよ夜。ほんでその身長伸びなかったじゃないですか。最近はやっぱり伸びてて、私まだ今日メイクさんにね、ここは背伸びたって、こうあの髪飾りをリボンをね、こうリボンをこうつけてもらうときに、もうメイクさんがもうそれも なんか久しぶりに会ったのか分からんけど、え、ここは背伸びた言ってからね、そう嬉しかった。今日のステージ見てたら背高く見えた。いや伸びてないんだけど、いや今、いや伸びてないんだけど、伸びてるんかな、いや自分でもなんか分からんくなってきて、うん、伸びたか分からん。ちょっと前ね、あの研究生のね、あずみとね、くるくるがもう一緒になってね、二人ともちっちゃいね、かわいいねって言ったらね、二人にね、え、小川さんも同じくらいですよってね、ちょっと言われたけね、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、多分、私、あの二人より5センチは高いんですよ。いや、君たちより5センチは高いからねって。え、何センチですか？ 154.5
109ぐらいテイクで、そしたらあずみは149センチとか、まあくるくるはまあ150センチで、うん、これまあちょっと持ったけど多分140、154ぐらいなんですけど、まああの、まあ、まあ大体5センチぐらい違うじゃないですか。なのに2人がこそ言ってきたけ、いやちょっと待って全然違うからねって、うん、ほんまに言っとる言っとる。なぜあの舞台終わりも伸びたって言われて、そうなんよ、なんかちょくちょくと伸びるんじゃん、今150、155センチぐらいあるんじゃないかなって自分で思ったんやけど、そうすぐ抜かれる。誰に伸びてるよね。ステージやダンスが大きくて背高く見える、嬉しい。私よりちっちゃいメンバーはね、ひなみーちゃん、みーちゃんも意外に私と同じ、あ、私よりちっちゃくはないか、ひな、もも、さーや、身長が伸びて抜かれた子、マイハ、アリちゃん、同じアリちゃんの方が高いかも。待って、いや意外とおらんのじゃないよ、待って、ひな、さや、もも、あずみ、くるくる、みーちゃんももしかしたらちっちゃい、あと誰がいるかな、サーヤンとどっちが高い、多分私の方が高い、ガイハーン、こんばんは。イケちゃん、イケちゃんと、いやイケちゃんの方がちっちゃい気がする、私より。いや意外に横に立ってみたらね、私小川さん高いって、思ってたより高いって言われるんですよ。思ってたがちっちゃすぎて高いって。下から4番目くらい、いや6番目くらい、7番目くらい。救急車多い、いや救急車の救急が英語なのに、そうやめる高いの。シミサラよりはちっちゃい気がする。隣に立ってみてない、分からんな。ちびっこ組なのはちびっこ組なのは変わらないですか。本当、わかんない。まあでも今日はフラワーフェスティバルのステージだったけど、7年前6年前よりは成長しましたから、来年も出たいな、あのステージに。大きい、やっぱりあのステージすげえ、すげえ。全国ツアーでもいろんなステージに立ってまた成長して頑張ります。ファイトン。
私の感想感動した。しっかりしたわって。しっかりしたこと言ってたかな。大人っぽくなった。いや、ぽくじゃなくて大人になったけ、ね、これマジで大人になったけ、ね、やばい。もう年時間は止め、年齢は止められない。ちょっと噛んできた。来年も頑張ります。こんばんは。これからも頑張ります。そろそろ私でも配信終わって、もうほんまにあのあれしたいんです。お風呂に入りたい。あ、汗が、汗いっぱいかいてきて、今日も一日頑張りました。お風呂に入ってきます。ランキング、13位エリアス、12位青のり、11位シェン、10位ヘドウィグ、9位またたび、8位ゆうき、7位マキマキ、6位ノッシー、5位ダスビターニャ、4位バオバブ、3位癒し系、2位スバル、1位はライトニング。ありがとうございます。はい、皆さん本日も配信を見てくださりありがとうございました。明日はね、お話し会よろしくお願いします。お話し会よろしくお願いします。キャー、みんなありがとう。今日もおやすみなさい。バイバイ。